ミレンコ・マティアビッチは、アメリカ合衆国のミュージシャン、シンガー・ソングライター。救命マイク・マティアビッチ。ハードロックバンド、スティール・ハートのリーダー兼ボーカリスト。非常に広い聖域と優れた歌唱力を持ち、多くの楽曲を手掛けるコンポーサー。1964年ユーゴスラビア・クロアチアに生まれ、7歳の、時に家族と共に、米国コネチカット州グリニッチに移住。 9歳の時には地元に、聖火隊に参加する。11歳で、レッドツェッペリンと出会い、兄と、ティザーという名のバンドを結成する。このバンドでは、レッドツェッペリン、ブラックサバスのカバーや、オリジナル曲の演奏をしていたという。13歳の時には4ヶ月間ほど、ボーカルレッスンを受ける。その後、ティザーは解散となり、15歳の時にザ、ザミッションに加入。 1981年、ギタリストのクリス・リゾーラを中心に活動していたバンド、レッド・アラートに加入。熱心な活動を続けた後、MCA レコードとの契約を結ぶことに成功し、メジャー契約。同名のバンドが存在したため、スティール・ハートと改名した。1990年にセリフタイトルのファーストアルバム、スティール・ハートでデビューを果たす。同年に初来日。 セカンドアルバム、タングルド・イン・レインズ発売後の1992年、コロラド州デンバーでのライブ中に、マティア・ウィッチはステージ上の照明器具にパフォーマンスとしてよじ登ろうとしたが、器具は適切な固定がなされておらず、その結果器具はマティア・ウィッチの上に落下し、頭蓋骨、鼻、頬骨、顎、そして背骨を骨折するという大事故となった。また、 一時的な記憶喪失にも陥った。九死に一生を得たリハビリの末、1996年のサードアルバム、ウェイトで復帰。ライブツアー終了後、バンドは長期の活動停止期間に入る。2001年、映画、ロックスター用に特別結成されたバンド、スチールドラゴンにボーカリストとして参加。ギターにザック、ワイルドとニックカトネーゼ、ベースにジェフ・ピルソン。 ドラムにジェイソン・ボーナムというスーパーグループであった。2006年、10年ぶりにスティールハートが再始動。バンドのほとんどのビジネスを手掛け、自主レーベル、スティールハートレコーズの設立や、スタジオ、TV、ウェアなどを立ち上げる。2008年に12年ぶりのフォースアルバム、グッド2バイトアライブを発表。以降、精力的なライブ活動を展開している。2017年、 スティールハート名義で27年ぶりの来日。現在はマイクから出生名であるミレンコにまたなしミリーの愛称で親しまれているオリジナルアルバムありがとうございます。